リヒャルトリーツは、オーストリアのニーダー・エスター・ライヒ州バイト・ホーフェン、アンデア・イプス出身のレーシングドライバー。彼は、アメリカン・ルマンシリーズや、ユーロ・ F3、ロレックス・スポーツカーシリーズに参戦し活躍していた。彼は、ポルシェ・スーパーカップでも、複数のレースで優勝している。2007年のインターナショナル GT オープンでは、スイス人ドライバーのジョエル・カマティアスと組んで、 総合王者となっている。ルマンシリーズの GT2 クラスにマルクリープと組んで参戦し、2009年シーズンと2010年シーズンでチャンピオンになっている。リーツは2012年のデートナ24時間レースの GT クラスにマグナスレーシングで、ポルシェ 911GT3 カップにアンディラリーとレネラスト及びチームオーナーのジョンポターと組んで参戦し、クラス優勝している。 FIA 世界耐久選手権にチームフェルバーマイヤー、プロトンや、チーム満イで参戦もしていて2015年シーズンで GT クラスのドライバーズ世界耐久カップを獲得し、ルーメンジーとプロクラスのチャンピオンとなっている。ドイツフォーミューラ3選手権、フォーミューラ3ユーロシリーズポルシェ、カレラカップドイツポルシェスーパーカップルマンシリーズ、ヨーロピアン、ルマンシリーズインターコンチネンタル、 ルマンカップ FIA 世界耐久選手権、ルマン24時間レースデートナ24時間レース、セブリング12時間レーススパフランコルシャン24時間レース、ありがとうございます。